クイズノックメンバーの皆さんにこのイベントの PR 文を作っていただこうと思います。スタッフの方パネルお願いします。これね、出ました、これなんですよ。これです、これこれ、はい、右手に大きなパネル出てきました ね。 PR 文ちょっと読み上げますね。今年も僕たちは〇〇なイベントを開催します。〇〇な謎解きにぜひ挑戦してください。〇〇な体験があなたを待っています。開催期間は〇〇から〇〇です。〇〇を目指す方ぜひ来てくださいと、このように穴埋め形式となっておりますので、はい、上から順にお一人ずつ空欄にふさわしいインテリワードを書いていただこうと思います。インテリワードね、インテリワードね、インテリワードで、まあまあこれはね、みんな去年と同じく考えてきましたから、去年以上のものを出さないといけないですね、みんなで。お、なんか言えや全員書くことに集中して、書くやつと書かないやつで喋りと書きを分担するも4-1はおかしいんだよ。あと俺が多分一番書くの多いから、これ頼むよ、早く書いて、早く書いて。みんな一体どんなインテリア、どうぞ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 、ただいまからは私須貝がおしゃべり担当させていただきます。ありがとうございます。皆さん楽しみですよね。もうこの後行かれるんですか、すぐに東京ドームシティに繰り出してディスカバリー始めちゃうんですか。楽しみですね、本当に。キットなんかももらっちゃったりして、まだか、まだなんだね、まだなんですよ。そう、グッズも買う目処ついてます？グッズ、タオル欲しいなとか、キーホルダーは買おうかなとか思ってる？キーホルダーセットのやつがあるから、5個セットのやつ、1個買ったらコンプリートだから、あらおすすめだね、本当に。かけてんの？伊沢さんなんか縦にしてますね。確かに。あれ、ま、なんかどっちでもいいんだけど、ふくらって漢字で書かれてるのちょっと恥ずかしい。確かに。ちょっと恥ずかしいんだよね。珍しい。漢字で書かれるとね、ひらがなで、ね。でも収まりがいいから仕方ないね。ああ。二文字二文字二文字。表記上の。そうじゃない場合、ふぴーとかになってた。ふぴー、ふくぴー。東門と東門はフルネームで書いてもらって、これいつもそうなんですよ、仕方ないですね。フルネームで書きすぎて、あのなんかそういう名字だと勘違いされること書けました。はい、ありがとうございます。ではここから、順番に福良さんから発表していただきたいと思いますが、 PR 文が完成した暁にはどうぞ皆さん大きな拍手お願いします。よろしくお願いしますね。お願いします。分かんなくてもそれでは福良さんから PR 文発表をお願いします。はい、今年も僕たちは両角たるイベントを開催します。はあ、人海衆の条文ほど膨大な謎解きにぜひ挑戦してください。別に天地の人間にあらざるありな体験があなたを待っております。縦書きじゃねえか。開催期間は愛知のいちじくの日から国産ナス消費期待の日までです。農産物だな。知らんな。金星玉神を目指す方ぜひ来てください。よー、素晴らしい。俺は素晴らしい。 PR ってこうじゃなきゃね。やっぱこうですよね、パブリックリレーションズだから。いやいやいや、福良さん、皆さんから拍手はいただけたんですが、はい、すいません、何をどう PR いただいたのかをちょっと解説いただいてもよろしいですか。そうですね、ちょっとこのままだと誰も来ない可能性がありますね。このイベント誰も来ない可能性あるんで、この300人で打ち雨になる可能性。僕はですね、両角たるということで、まあ、とても広いということですね。広い、はい、広大なイベントと、両角、両角、両角、はい、という広い土地使ってねやりますから、はい、まあ、大規模なイベントということをちょっとカッコつけました。後、はいはい、楽園ホールを出る頃には忘れそう。そして門はこれ何、人海衆の条文ほど膨大です。人海衆だから戦国時代の伊達氏の文国法人海衆ですよ、うん、171条あってもう全部の文国の中でも最大規模。文国法の中でまあ、でも171条ですから、うん、今回の謎解き100個の謎、うん、これがシティ謎に加えて扉謎もありますし、うん、
フェスの時のやつもありますし、あの謎もあるから持ち帰り謎もありますし、グッズもあるし、そうそう、全部合わせたらこんくらいいくんじゃないかと予想でね、そう数を教えてくれてたんだ。そう、171個です。はいはい、もう100じゃないと。そう、このペースで解説してると大変だと言いつつ俺の解説流す。何これ、これはね、あの半分李白の書いた三中問答という漢詩のね、最後のフレーズですね。あの人間というのは世間のことですけど、まさに世間とは違うような別天地のようであるよと、別天地にいるよということでですね、この浮世の辛さを忘れてぜひこの別天地たるし東京ディスカバリーシティに遊びに来ていただきたいなという、李白のような心持ちでお勧めしているということを、この李白のような心持ちのとこだけプレスの方々書いていただければ書きやすいと思いますので、よろしくお願いします。なんて読むの。ですね、別に人間に、天地のあらざるあり書いた本人が読めてねえじゃん読み下すのめっちゃ大変だよねそしてこっち、まあ、9月、いつだよこれマジでいつ。いや、9月19日から11月17日までなので、まあ、9月19日といえば愛知のイチジクといえば、いらんな。11月17日といえば国産ナス消費拡大いらんな。めっちゃ食べ物の話してるもん。夏野菜なのにそんな時期なんだ。あの作物も大事にしつつ、東京ディスカバリーしても楽しんでいきましょう。おまけみたいに言うなそして最後菅井さんは、はい、これ金星玉心を目指す方、おお、最地にあふれ人徳に富んだ、人という意味ですから、これ孔子を、孟子って人ね、孟子が孔子を褒めた時の、言葉に由来すると、だからもうぶっちゃけ孔子を目指す方ってことです僕も詰めるんだこのイベントで。まあちょっと最初と最後結構いい感じにはまったんじゃないですか。はい、ちょっと途中何言ってるのか分からなかった。頑張ってよ俺たちも。いいじゃんいいじゃん、こい伝わんなすぎるよ。え人のこと言えないでそうかな、止めてください、止めてくださいいや皆さん解説ありがとうございます。解説がなければなんだかよくわからない PR 文ということで、何とも斬新な PR 文をね考えていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。金星玉心ということで、いよいよ東京ディスカバリーシティ2024不思議な扉と100の謎、明日から開幕ということで、最後に伊沢さんから皆さんにメッセージをお願いします。はい、皆さん改めまして本日はお越しいただきありがとうございました。東京ディスカバリーシティ2024、昨年に続いて開催することができました。もうこれは一重に皆さんの、ね、応援のおかげだと思います。2年目ができるというのは本当に普通ないことですから、よりパワーアップした形のエンターテインメントで皆様それぞれにそれぞれの楽しみ方で遊んでいただけるようなイベントを作ってきたつもりです。2ヶ月の間どうぞよろしくお願いします。お願いします。